ジョー・ホールドマンは、アメリカ合衆国の小説家、SF 作家、アーネスト・ヘミングウェイの研究家でもある。別名ロバート・グレアム。1943年6月9日、オクラホマシティで生まれた。子供の頃は、家族と共に、プエルトリコ、ニューオーリンズ、ワシントン DC、メリーランド州ベセスダ、アンカレッジと転々とした。1965年、結婚。 メリーランド大学カレッジバーク校で物理学、天文学を学び1967年卒業。同年、長兵によりアメリカ陸軍に入隊し、ベトナム戦争に赴き、戦場で重傷を負う。この経験が諸女長編王イヤーを生み出す元ととなった。1975年、アイオワ大学で文学修士号を取得。現在は、 フロリダ州ゲインズビルとマサチューセッツ州ケンブリッジに家を持ち、MIT で創作を教えている。作家だけでなく、画家としての一面も持つ。2009年と2010年に、水蔵園で入院している。代表作、終わりなき戦いは、ベトナムでの経験に着想を得たもので、ヒューゴー賞とネビューラ賞を受賞した。その後、彼はこれをシリーズ化した。 また、1960年代のテレビ番組、スタートレックの世界に基づいたオリジナル長編を2作書いている。2008年10月、20世紀フォックスは、リドリー・スコット監督で、終わりなき戦いを映画化することを発表した。ホールドマンは、ハリウッド映画の脚本を書いたことがある。ロボジョックスという低予算 SF 映画で1990年に公開された。 これについて当人は、生まれた時は、しっかりしていたのに脳に障害を負ってしまった子供の、ようなものと評した。アメリカ SF ファンタジー作家協会の会員であり、会長を務めたこともある。2010年、デーモンナイト記念グランドマスター賞をスフェワから授与された。兄、ジャック・シー・ホールドマンも SF 作家で、スター・トレックの小説などを書いていた。スター・トレックシリーズ他に、短編多数。 ありがとうございます。